手の痛さよりも方がしんどかったんで、上半身がペラペラで薄っぺらくなってたんで、独特になりましたね。このラインをピッて揃えましたね。本日は上原あずささんにご協力いただきまして、二の腕脂肪腱ダウンタイムの経過約2週間目をご紹介したいと思います。今回もよろしくお願いします。ありがとうございました。二の腕脂肪腱して約2週間ライブとかもあって忙しかったと思うんですけど、皆さんに2週間目までのダウンタイムの経過、精通してから2週間前だどうだったのかについてリアル意見というのを聞いていきたいと思います。1年半前ぐらいに顔の顎下とかの脂肪腱をしたのが初めてで、それだけしかやったことないです、はい、顔はもう痛いと思ってて、みんなすごい腫れたりしてるのをよく見てたからめちゃくちゃビビって言ったんですけど、全く腫れずに痛くなくて、次の日にバーベキュー行ったぐらい大丈夫だったんで、想像してたよりもめちゃくちゃ生活しづらいとかじゃないんかなと思って、今回体もずっと気になってたんで、先生がすごい上手っていうのを聞いたんでお願いしたいなって思いました。顔が一番脂肪吸引でもダウンタイムも緩いっていうのを聞いてたんで、二の腕とか結構あざが出たりとか筋肉痛みたいになるっていうのを聞いてるんで、私今もまだアイドルしてるんですけど、来週とかライブがあるんで、それまでに治るのかなっていう不安もあります。人によっては翌日から手も上がりますし、まあ、当日から上がるんですけども、手の上げづらさの問題あると思うんですよね。あとはスタッフさんもたくさん担当させていただいてるんですけど、翌日とか 2,3 日以内に仕事復帰されてって方も結構多いと思いますので、本当にこれは個人差なんですけども、他の部位で大丈夫だった人は、まあ、大丈夫って方も多いと思います。正面から見た時の張り出しもなくしたいですよね。全部なくしてください。ここ結構つかめるんですけど、こういうとこをしっかり綺麗に取るのがポイントですね。取ってほしいです。こことかタイトめの色を拭いた時の残り感気になるかと思うので、こうやっていきましょうね。傷が分かんないところですね、脇の中からやると手を下ろした時に分かんなくなるので、そういったところからしっかりとやっていきますからね。すごい、こんな感じでですね、しっかりとデザインできましたのでやっていきたいと思います。ダウンタイムって2、3日目が一番ピークで、最初の1週間が一番辛いって言われてるんですけど、ね、最初の1週間どうだったか、ちょっと簡単に説明するんですけど、どうですか？まず帰った日の夜はまだ麻酔が効いてたんで、帰ってすぐ爆睡して1日目は終わったんですけど、2日目に朝起きた時は筋肉痛みたいな感じで、腕が重たい痛さだったんですけど、思ってたよりも動くなっていう印象だったんで、周りのやったことある子とかに聞いたら、ほんまにしんどかったって言ってたから、すごいビビりまくりながら帰ったんですけど、携帯も全然持てるし、腕もほんまに上がらへんと思ってたのが、この辺までは2日目で上がってたんで、軽く顔洗ったりとかもできたんで、思ってた以上に楽ではありました。はい、3日目4日目ぐらいにインフルになっちゃって、そっちの方が辛すぎて、腕の痛さよりも熱の方がしんどかったんで、いつもよりかは動けないですけど、日常生活に支障があるかって言われたら、買い物とかも行けたし、コンビニ行くのとかでも全然重いもの持ってたんで、思ってた以上の辛さはなかったです。インフルに、ね、なったことある方分かると思う、辛いですよね。熱が出て体がだるかったりとか、多分インフルは辛いのかな。辛かったです。脂肪筋って麻酔がしっかり抜ければ、はい、あとは筋肉痛っていうのも痛み、人によってはこのぐらいまで下がらないって人もいるし、万全も手術当日とか翌日からできる方もいるので、点の感じ方次第になってくるんですけども、手も上げることができますし、日常生活をすることができたので、1週間目の時にライブしたんですね。1週間ちょっと経って、はい、インフルも治って、はい、その後すぐにライブの予定があったんで、私アイドルしてるんですけど、はい、踊りながら歌ってたんで、はい、びっくりしました。できひんかなって思ってたんですけど、ね、先生も1週間目はまだ無理じゃないみたいな感じだったんですけど、全然できたんで、あとは内出血が1週間目はまだ後ろの辺がちょっとあったんで、そこぐらい。周りの手に二の腕脂肪腱したのって言われました？言われなかったです。ライブの時言われました。そうですか、はい、2週間目なんで内出血が引くのは早い人って、正直2週間で本当になくなっちゃうんですよ。本当にちょっとまだあるんですよね、うっすらと。内出血多分出にくいタイプ、うん、大きなとか多分ないですよね。そうですよね。直角になりましたね。めっちゃ嬉しい。このラインをピッて揃えましたよね。横付きとかもなく。そう。
っちゃ綺麗でびっくりしました。うん、まだ二の腕なし募金したって言ってないんで、うん、みんなの反応、痩せた、うん、ってめっちゃ言われるようになりました。なんかガリガリじゃないみたいなの言われて。わかるんやと思って。はい、ライブの動画とか見たら、うん、自分の上半身がペラペラで、うん、すごい薄っぺらくなったんで、はい、めっちゃ嬉しいと思って。めちゃくちゃおすすめです、はい、効果を感じやすい人は本当に2週間ぐらいから、うん、元々の太さより細くなるんですね、うん、むくみも出にくい人とか内視鏡出にくい人っていうのは2、3週間で完成形なのって思うぐらい細くなっちゃうんですよ、うん、なりました。人によってはこれが完成形じゃなくて1ヶ月とか3ヶ月経ってもっと遅くなるんですね。はい、もっと綺麗になるんですよ。なのでその経過っていうのは本当の別の動画でもご紹介できればと思いますので、そちらも楽しみにしてください。はい、今回は上村あずささんにご協力していただきまして、二の腕脂肪経営のダウンタイムの経過約2週間目をご紹介しました。また今後別の動画でもダウンタイムの経過を含めてどうやって仕上がり最終的になるのかについてもまたご紹介できればと思いますので、そちらも楽しみにしてください。この動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と高評価をして応援お願いします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけますととても嬉しいです。それではまた。ありがとうございました。